さあ今週の総合別選第7位です。火曜日優先放送別選、先週と変わらずの第4位、木曜日演歌別選21週連続の第1位、そして総合別選の先週と変わらずの第7位と、各ジャンルで今週は全く動かず安定した力を見せたのはこの男です。小川さん、そしてヒットパレードを聴きの皆さん、こんばんは。山本ジョージです。今週もたくさんのリクエストありがとうございました。さて今週のテーマですが、子供の頃よく見たテレビ番組は月光仮面とですね、それから、幻探偵とか、ちょっと番組名忘れたんですけどね、単車に乗りましてですね、吠えると木が割れたりするんですよね。なんつう番組だったかな、うわやったとかなんとか言うんですけどね、少年ジェッターですかね、はい、そういうのをよくやっぱり見ましたね、はい、そんな番組を見て、おふくろから風呂敷借りましてね、借りたっていうかもうおふくろに内緒で引っ張り出して、で頭からほっかぶりして遊んでましたけど、それではお聞きください、みちのく一人旅。ここで一緒に死ねたらいいと、すがる涙のいらしさ、その死の日の慰めいて、みちのく一人旅。後ろ髪引く悲しい声を、背なで断ち切る道しるべ、生きていたらいつかは会える、夢でも会えるだろう。茨城県稲敷郡の平田真嗣君、それから東京都府中の倉内ふさばちゃんは短大生18歳、東京都三鷹の17歳の萩尾茂君、埼玉県熊谷の小川澄子ちゃん、それから愛知県瀬戸の小牧和人君、その他のリクエストありがとうございました。第7位キープです。山本ジョージ、道のく一人旅でした。